調布警察署の島田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。昨年と今年の市内の特殊詐欺被害状況はいかがでしょうか。令和4年の警視庁全体の特殊詐欺被害認知件数は3218件、被害金額は約67億8000万円になります。そのうち調布市内の被害件数は72件、被害金額は約1億円です。令和5年に入り4ヶ月が経過しましたが、東京都内の被害認知件数、被害金額ともに昨年同時期に比べ増加しています。また調布警察署管内の被害認知件数は本年5月8日現在手集計ではありますが26件、被害金額は約3110万円に上り、昨年同時期より被害認知件数が増加傾向にありますが、被害金額は減少している状況です。特に最近の注意すべきこと、知っておくべき事例はありますか。架空料金請求詐欺の手口の中でサポート詐欺と言われる被害が増加しています。サポート詐欺とは、皆さんが普段使っているパソコンの画面に突然あなたのパソコンがウイルスに感染した、情報が流出する恐れがあるなどの警告画面や連絡先の電話番号が表示され、電話をすると犯人にセキュリティソフトの導入が必要、コンビニで電子マネーカードを購入するようにと指示されます。購入した電子マネーカードに書かれている暗証コードを聞き出して犯人が電子マネーを騙し取る手口です。今年調布警察署管内で多い手口は何でしょうか。今年の調布警察署管内で多い手口としては、市役所から保険料や医療費の還付があるなどの手口で騙される還付金詐欺、警察官や全国銀行協会、大手デパートを語り自宅に来た犯人にキャッシュカードを盗み取られるキャッシュカード詐欺等が多いです。架空料金請求詐欺も増加していることから、引き続き注意が必要です。このような詐欺への対策で一番心得ておきたいことは何ですか。はい、詐欺犯人からの電話には出ないことが一番の対策です。具体的な対策としては、固定電話についている留守番電話機能を在宅時にも設定していただき、留守番電話のメッセージを聞いて相手を確認し、折り返し電話をかけるようにしてください。それと同時に、自動通話録音機の取り付けや迷惑防止機能付き電話機の設置をお願いします。調布市では自動通話録音機の無料貸し出しを行っています。詳しくは調布市役所に問い合わせてください。調布警察署ではどのような対策に力を入れているのでしょうか。警察官を無人 ATM に配置することにより、携帯電話を使用しながら ATM を操作している人に声をかけ、還付金詐欺被害の未然防止対策を行っています。そして調布警察署は令和5年2月に調布市と連携し、調布市シルバー人材センターを警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザーとして委嘱式を行いました。3月にはシルバー人材センターの方たちがATM 利用者に対し特殊詐欺被害防止の広報啓発活動を行いました。そして還付金詐欺に騙されていると思われる方々に対して声かけをしたり、必要に応じて110番通報をしてもらい、非常に効果的な活動に取り組んでいただきました。自分は騙されないと思っていた人も、詐欺の手口は日々巧妙化していますから、他人事では済まされませんよね。はい、詐欺被害は電話やメールから始まります。詐欺犯人は身近に潜み、あなたのお金を常に狙っています。電話の中でお金の話、カードの話、暗証番号というキーワードが一つでも出てきたら、それは詐欺犯人からの電話とすぐに疑ってください。不審なメールは無視する、近所に見慣れない人がうろついていたらすぐに110番通報してください。詐欺犯人かもしれません。地域市民の方々の目が大切です。警察に通報してください。そして今一度ご家族で特殊詐欺について話し合い、家族で情報を共有し、
特殊詐欺について認識を深めてください。調布警察署では令和5年の特殊詐欺年間スローガンとして声かけで詐欺を防ぐ地域の目を掲げています。 ATM で携帯電話を使っている人がいたら勇気を持って声をかけてください。皆さんの声かけが詐欺を防ぎます。皆様の地域の目で特殊詐欺のない街づくりに協力をお願いします。合言葉は特殊詐欺即断です。調布警察署の島田さんにお話を伺いました。